日本の歴史に重要かもしれない鍵は北上国。ご視聴ありがとうございます。宮城県名取市にあります名取老女のお墓です。供養碑ですね。老女の徳を忍んで1811年に地元の人々により碑が建立されたと言います。紀州熊野三社を正式な形で誕生することができたのはやはり名取老女の信仰の深さからですもんね。民家のそばにありますのでご迷惑にならないように参拝されてくださいね。名取老女、本当に謎の多い人物なんです。この後考察に行きます。遥か昔、北上国または北上の国と呼ばれる国があったといいます。北かは日の出などを意味するということから日立の国、今の茨城県などと考えられていたそうなんですが、青森県で発見された地上10メートルの高さと推測される大建造物跡が見つかり、縄文中期のものと考えられ、日本書紀で言い伝えられている北上国のものではと言われているそうです。推測される理由は古代の文書ホツマ伝えによるものらしいです。また周囲の集落は縄文前期まで遡ることができるとか、あとは大和たけるの命が東征から帰還する際、陸奥の国から日立の国に入るところで北上国から帰りてと書かれているという、つまり北上国は日立の国より北にあった証ということらしいです。縄文時代から自然と調和しながら平和に暮らしていたという蝦夷たちの地こそが北上国だったと言われています。北上国は神武統制以前の大和と同等の国だったとも、土地も人の心も豊かで、その北上国の重要な地とされているのが北上川下流に位置する仙台平野のあたりと言われています。1200年ほど前、大和朝廷により少しずつ北に攻め込まれてきました。そして北上国アテルイの軍と大和朝廷の軍との戦いになっていたそうです。北上川は昔、北上川だったという説もあります。北上国について話してきましたが、なぜ名取老女が？と思いましたよね。北上国の北かは、日の出などを意味すると伝えましたよね。日の出は朝日。そう、名取老女は朝日という名前だったと言われています。実は名取老女については謎が多いんです。老女ではなかった、本当は男性であったという説まで。名取老女は祈祷で病を癒したりしていたそうなんですが、天皇の皇女の病を祈祷で癒した際に老女の位を与えられたと言われています。昔の山岳信仰は女人禁制なのに熊野は許していた。あとは熊野の神々を勘定するにあたり御神体を背負って戻ってきたということから、まさに
神がかかっていますよね。そう、名取道場は神の子孫だったかもしれません。絶景が望める熊野那智神社、あそこにはもともと海から上がってきた神様が祀られていましたよね。そのためこの熊野那智神社は他の2社に比べ500年ほど古いそうです。朝日という名前は千にあたり名取老女のずっと昔の祖先がその昔海から上がってきたとされる神で、同じ朝日という名前で北上国の重要な存在だったかもしれませんよね。まだ行きますね。海から上がってきた神様の子孫ということで、海、それから名取老女の老いという字を海とつけるとエビになりますね。エビはどんな姿をしていますか？ヒゲがあって長い体をしてますよね。ヒゲがあって長い体をしている神様といえば竜の神、竜神ですよね。名取老女や遠い祖先にあたる神様は本当の姿は竜神なのかもしれませんよね。だとしたら名取老女の病で苦しむ人々を祈祷で癒していたという話も、今の和歌山から宮城までご神体を背負って戻ってきたという話も、昔閖上の海から上がってきたという神様、竜神、その遺伝子を受け継いでいたならと考えると、ちょっとワクワクしてきますね。日本の歴史においてすごく重要な人物だったかもしれません。ちょっと行き過ぎた考察だったかもしれませんが、今はこうだけど昔はこんなこともあり得るかもしれない、そう思って進めていくと意外な答えが見つかるかもしれませんよね。名取、もしかしたら名前を取られたという意味かもしれませんよね。仙台市には太白区という地区があります。太くて白い、そんな竜神がもしかしたら本当は守護神なのかもしれませんよね。そして本当に大切な存在なのかもしれませんよね。